皆さん、こんにちは。インスパイアのくたです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、YouTube のことについてお話ししたいと思うんですが、まあ、YouTube というのは、まあ、その動画をね、楽しんでもらうために利用するっていうことはもちろんなんですけど、まあ、ビジネスで使う場合には、動画を見終わった後に、どのようにビジネスへつなぐ、誘導するかっていうことが非常に重要です。それに対して今まで大きく分けると3つ方法がありました。1つ目は動画の下のリンクをクリックしてウェブサイト行ってねっていうのが1つ。そして2つ目がアノテーションっていう機能を使って動画の上にリンクを貼るっていう機能。これが2つ目。そして新しくですね、スマートフォンに導入されたのがアノテーションっていうのはパソコンでしかできなかったんですけど、カードという機能がリリースされまして、スマートフォンでもカードというものを使えば、リンクをクリックしてですね、誘導できるようになったという、この3つがあったわけなんですが、これに加えてもう1つですね、動画の終了画面を追加するっていう機能がつい先日にリリースされました。今日はそれについて紹介したいと思います。ではご覧ください。はい、こちら YouTube のヘルプに書かれているものですが、動画に終了画面を追加するということで何ができるかというと、最後のですね、動画の最後の20秒ぐらい、5秒から20秒の間設定できるんですが、YouTube のその他の動画、再生リスト、チャンネルに、視聴者を誘導するということですね。このチャンネル見てねっていうことですね。誘導できる。で、チャンネル登録を呼びかけるっていうこともできます。そして、ウェブサイト、商品、クラウドファンディング、キャンペーンを宣伝するということで、まあ、ウェブサイトへの誘導ができる。この3つあるわけですね。で、今日はですね、この3つのものの実際の設定の方をですね、やっていきたいと思います。ではですね、早速ですが、こちらの動画、ですね、をやっていきたいと思います。まずですね、ちょっと戻しますね。はい、こちらの動画のですね、編集の方に行きますね。編集に行きますと、編集画面に行きますと、今までのこの普通のとこではなくて、この4番目のとこにアノテーションって書いてた部分が、終了画面とアノテーションというふうに言葉が変更になっています。この終了画面とアノテーションの方に進みます。はい、そうするとですね、これ終了画面とアノテーションとこのように切り替えるようになっているんですが、こちら、ここに書いてるとこんな風に書いてますね。アノテーションはモバイル端末でお使いいただけません。カードや、カードや新しい終了画面ツールをお試しくださいって書いてるので、以後はこの終了画面っていう方にもしかしたら映っていくのかもしれないですね。では設定をしていきたいと思います。ここのですね、要素を追加ってとこを押します。そうすると大きく4つ出てきます。動画または再生リストを宣伝したいのか、チャンネル登録を促したいのか、他のチャンネルを宣伝したいのか、リンク、承認済みウェブサイトにリンクをしたいのかっていうことが4つ出てくるので、まあ他のチャンネル宣伝するはちょっと今回しませんが、残り3つをですね、やってみたいと思います。ではまず動画または再生リストっていうところをちょっと押してみますね。はい。そうするとですね、3つ出てきます。最新のアップロードに、新しいの見せるよっていう方法と、視聴者に適したコンテンツを、YouTube 側が自動で選択するっていう方法と、指定の動画、を選ぶっていう方の3つあります。個人的にはですね、まあ、めんどくさい方は最新のアップロードとか視聴者に適したっていうふうにやっていけばいいんですけど、まあ、視聴者に適したコンテンツはだいたい右側にも関連動画出ちゃうので、まあ、最新のアップロードでもいいと思うんですが、まあ、最新のアップロードも面白くないので、一番下ですね、やってみたいと思います。ちょっと後で理由を話しますね。これを選びます。そうすると、こんな感じで出てくるんですが、僕は、今回ですね、限定公開している。これ限定公開ですね。限定公開しているこの動画をちょっと貼りたいと思いますので、このリンクの URL をここに貼り付けて、あ、ちょっと見えますかね。貼り付けて、ちょっとだけずらしますね。よいしょ。この要素を作成っていうとこを押します。はい。そうするとですね、要素作成。はい。そうするとですね、このように選ばれましたと。では、今度二つ目にですね、ちょっと後で直しますね。チャンネル登録を押してみます。はい、チャンネル登録ボタンを、作成をしてみますと、これで今重なって出てますね。これ後でやりますから、ま、次に行きますね。そして三つ目です。三つ目は、認証済みのウェブサイトをリンクしますに進みますね。これ作成をします。
そうすると、リンクを入れてくださいっていうのが出ますので、ここでですね、リンクを選ぶんですが、今回は、このページ、このページのリンクを貼り付けたいと思います。後で説明しますね。で、このリンクの URL を選んで、まあ、ここを関連付けるウェブサイトっていうのを選んでいただいてですね、次へに進みますと、今読み込みしています。そうするとですね、このように引っ張ってくるんですね。自動的にこのリンク先のタイトルとかを引っ張ってくるんですけど、これこのままだと面白くないので、ぜひ変えてください。これキャッチコピーになるので、こう変えていただきたいんですね。で、今貼り付けました。100事例で学ぶリピート対策セミナー映像3時間かけ2本みたいにしました。で、行動を促すフレーズのとこを、ここをもう思い切って購入っていう風に、します。あ、詳細の方がいいのかな。まあでも購入でしょうね。詳細にしておきますかね。詳細にしましょうか。はい。まあ購入ページじゃないんでね。詳細にしましょう。で、この画像選択ってあるとこ、これじゃね、意味がないので、画像を変更しまして、今回は、こちらを選んでました。はい、リピート対策を学びたい人へ教材の販売開始、クリック矢印っていうふうにしました。これなんで大事か後で説明しますね。そうしますと、これで、要素を作成ってやります。そうするとですね、今、3つちょっと要素が重なってるんですが、ちょっとこれを動かしていきます。まず、この場所がですね、この青い線が入ってる内側にしかどうも入れられないので、ここのですね、一番右下のとこに、あ、これじゃないや。これ、チャンネル登録の、これですね。チャンネル登録のやつを一番右下の方に持ってきまして、で、その横になるべくギリギリのとこに、このリピート対策の方にしまして、これをここにはめます。よいしょ。そうするとですね、僕の動画のこのネットビジネス検索、アナリストで検索してブログを読もうっていうところだけ残して、ここにこれを貼って、しかもこれ一番小さくできるかな。一番小さい画面にして、こんな感じするとね、これギリギリなんですけど、上手にやらないとですね、入らないんですが、開けてくださいって言われるんですね。なので、なるべくギリギリのとこに合わせたいんですけど、ここが限界かな。はい、ここが限界ですね。そうするとこれちょっと揃えてた方が綺麗なので、ちょっと幅を揃えますが、こんな感じに、してみました。そうするとですね、ここにですね、次、今リピートの動画を見てもらっているので、リピートの動画の、教材を買いたい人に誘導したいわけですね。なので、ここに、教材を収録した、セミナー映像を収録した教材を紹介してますよっていう1分53秒の、限定公開の動画にしました。そうすると、限定公開の動画を見られたっていうことが、このリンクしかいけないので、わかるということで、このようにしていました。そしてここをですね、このリンク先がこのような、右上向けの矢印になるので、クリックっていうところと、まあ、ちょっと合ってませんが、合わせてみるといいかなと思います。で、これをですね、どこから出すかっていうことなんですが、この動画の最後の20秒から出すことができるんですけど、僕の場合は最初にこの挨拶の部分があって、スライドが切り替わって、そしてもう一回挨拶のところに戻って終了なんですが、この最後の部分ですね、がなるべくですね、このページに戻っている時にした方がいいと思うんですよね。ここにね、このこれより前のとこだとどうなってるかっていうとですね、こんな感じになってるとこに、動画が挟まってしまう。ここに上にね、こう重なってしまうと見にくくなっちゃうので、残り20秒ぐらいはクロージング向けの動画を最初から作っておいた。この、要するに右側にこの終了画面っていうのが出るっていうことを意識した上で、20秒以上はそれに当てた方が、編集の時にやりやすいかなと思います。僕の場合はもうそれ意識してやってるので、最後の30秒になったら画面をですね、切り替えるようにしているので、この辺で切り替わると思います。この切り替わりますよね。そうすると切り替わった時にこれが出てくるという設定になります。なのでもうちょいかな。こんな感じで出るようになるということですね。で、これで、保存してますね。一回保存してます。以上なんですね。で、まあ、もちろんこれ、もっとね、短い、最後の20秒じゃなくて、5秒とか10秒に変えることもできるし、一個一個変えていくこともできるんですけど、
要素追加で、これ、もう一個ね、できればいいんですけど、一個しかね、このチャンネル登録とこれは一回しか選べないので、他のチャンネルを宣伝を出すのもちょっとあれですしね。まあ、僕チャンネル一個しかないので、動画も一個出してもいいんですけどね。まあ、このように四つ切り替えることができます。では、ちょっとプレビューを見てみたいと思います。では、これちょっともうちょっと前に戻しまして、この辺ですかね。から見てみますか。はい。プレビューね。あまりにくくなる。そうそう、ここで出てきましたよね。どのように、このテクニックにしていくかっていうこと。こんな感じでできるよっていうことですね。では、これをですね、今保存しましたので、実際のページの方で見てみたいと思います。皆さん、こんにちは。はい。ここから見るとちょっと長いんで、最後だけ見ますね。2分35秒ぐらいから見てみましょうか。一旦当たってですね、止まりにくくなる。で、ここでジャ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 っと出るんですね。ちょっとうざいですけどね。まあ、うざいですけど、まあ、最初にこれ出てますし、やっぱり次に誘導するってこと大事なので、例えばここを押すとですね、このように、100事例で学ぶリピート教材、詳細っていうリンクが出てくると。で、ここを押すとチャンネル登録。チャンネル登録はですね、これチャンネル登録ってわからないので、まあ、本当はね、なんかチャンネル登録ってわかるような、デザインになってくれるとね、マウス当てないとわからないんでね、するといいかなと思うんですけどね。で、これが、これを押すと次のですね、動画のページに行くということで、で、この動画にも当然ですね、また、誘導のリンクを貼っとかなきゃいけないんですけど、今のところ下のこのリンクだけにしてますが、こういうふうにしますと。では、これをですね、スマートフォンで見たらどうなるかっていうことで、ちょっと見てみたいと思うんですけど、画面ちょっと戻しますね。はい、スマートフォンでさっきの動画ですね、動画のちょっとところにしてみますね。リピートの動画ですね。リピートの動画の、さっきの分ですね、のとこにしてみます。そして、これをですね、ちょっと再生を最後の方まで持っていきますね。はい。では、これ何秒だろうな。もうちょっとでいくかな。よいしょ。このようにですね、今出て、こうやって出ますよね。で、こう出て、ここですね、ここを押すと、こんな感じですね。今もう飛んじゃいましたけど、ウェブサイトに飛んだりしますし、あとここね、ここを押すと、チャンネル登録の画面に進みますし、そして、上のとこですね、上のとこを押しますと、次の動画のとこに飛びます。皆さん、こんにちは。ので、まあ、こんな感じにね、してみると、パソコンとスマホと同じ画面でできるっていうのはすごい便利ですね。で、まあ、カードもいいんですけどね、この、ジュアンって出るっていうね、3つとかつけれるっていうことで、終了画面をこのようにカスタマイズするっていうのをぜひやってみたらいいんじゃないかなと思います。この中に、ちょっともう一回戻りますけど、こちらご覧ください。この説明の中にですね、まあ、終了画面の使用、条件ということで、パソコンでとか iOS でとかっていうことが出てるんですけど、フラッシュ対応してません、YouTube ミュージック対応してませんとかあるんですが、この終了画面の説明も後でリンク貼っときますが、面白いのはここなんですけど、YouTube のテンプレートっていうのがあって、あらかじめ定義したフォーマットから選択できますっていうのが、これちょっといまいちなんですよね。これ毎回ですね、同じようにリンク貼るってことがめんどくさいので、できればテンプレートになっていて、一回登録したリンク先のウェブサイトとか動画とかっていうものができればいいんですけど、ただね、位置がね、テンプレートになってるだけなんで、いまいちですね。この辺がもうちょっと改善されると、動画投稿した後の最後の部分のカスタマイズが楽になるのかなっていう気がしています。ということでですね、ぜひここら辺読んでください。そして最後にですね、この指標が確認できますということで、クリエイターツールの中で実際にですね、このどのぐらい見たかっていう、クリックしたかって多分そういうのがわかるんでしょうね。この辺も便利な機能かなって気がしています。はい、ということでですね、YouTube の方がどんどん進化していますが、まあ、動画見た後にしてもらうべきことは、4つになったということですね。動画下のリンクと、アノテーションと、カードと、そして終了画面っていう名前になってますけど、
この4つあるということで、今日は終了画面、新しいものを紹介しました。インスパイアの北でした。ありがとうございました。バイバイ。